佐古県維持7月17日台は日本のモット男子プロバスケットボール選手指導者。現役時代の公式的なプロフィール上では神奈川県横浜市と近く出身。B リーグ広島ドラゴンフライズヘッドコーチ兼ゼネラルマネージャーを務めた。現役時代のポジションはポイントガード。そのプレーの正確さ、卓越さからミスターバスケットボールと呼ばれた。生まれは 山口県岩国市。祖母が広島県大竹市出身で、両親が岩国市出身。息子は山梨学院高校で夏の甲子園に出場し、現在は神奈川大学公式野球部に在籍。伝想アイリス所属のサコルミは名。横浜市立クズの小学校進学、横浜市立深谷小学校卒業。もともと野球が好きで、小学3年生から、 リトルリーグに入るが、父親の影響でバスケも同じ頃から始め、小学校の頃は両方ともやっていた。横浜市立組は中学校時代、全国中学校バスケットボール大会神奈川県予選で2年連続優勝し、関東大会に出場。高校は、競合、北陸高校に進み、1988年高校3年時に、潮屋清文、高柳晋也、 東野里ミラと共にインターハイ優勝を経験、高校ナンバーワン選手、と称された。同1988年全日本ジュニアに選ばれ、アジアジュニア選手権4位。その後中央大学に進学し、1991年、大学3年時に全日本に初選出され、神戸アジア選手権3位。2008年 ICC シシーホース時代1993年、 イスズ自動車に入社し、同社男子バスケットボール部のギガキャッツに加入。1シーズン目でオールジャパン優勝を含め、オールジャパン7回 JBL7 回の優勝を経験、数々の個人タイトルを獲得する。全日本としては、1995年ユニバーシアード準優勝。1998年には31年ぶりの出場となった世界選手権に出場する。 2002年ギガキャッツハイブに伴い、i c c ホースに移籍し、同時にプロプレイヤー A の転向を宣言する。またスポーツマネジメント会社、有限会社ゾーンを設立。移籍後もチームタイトル獲得に貢献した。彼の物語が描かれた漫画5が漫画雑誌にも連載された。2005年35歳の時に JBL3 連覇がかかった JBL ファイナルを前に、 左足アキレス腱断裂してしまう。現役復帰を目指し、リハビリを続け、翌2006から07シーズンの開幕戦から復帰している。2006年、世界選手権代表候補に選ばれるが事態同年のアジア大会で代表復帰。2007年、アジア選手権で首相を務める。2008年1月、有限会社ゾンを株式会社ゾンへ改装。 マネジメント業務以外に映像企画制作等も手掛ける。2011年3月25日、怪我を理由に現役引退を表明した。引退後、日本バスケットボール協会理事に就任し、男子ナショナル委員長として日本代表の強化に努めた。また、同学年の親友である、織本武彦からの要請で、レワンが北海道の運営法人である。 一般社団法人北海道総合スポーツクラブの理事も兼任する。2013年11月、それら理事を退任し2014年から NBL に参加する広島ドラゴンフライズ初代 HC に就任した。2016年の B リーグ発足後、B に所属となったチームでも引き続き指揮を取ったが、B1 昇格を果たせず、2017年5月に退団発表。同年6月、 バスケットボール男子日本代表アシスタントコーチ、就任。出版物関連書籍テレビ出演。ありがとうございます。